はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィジです。では今回は空母戦記2、こちらを新しくプレイしていきたいと思います。空母戦記2はですね、過去何回かプレイしているんですけども、今回選択していくシナリオはですね、こちらのミッドウェー海戦1を選択していきます。ミッドウェー海戦はこの空母戦記2の中では1と2とあるんですけども、まあ、1がいわゆる史実通りの艦隊編成で、でミッドウェー海戦2の方はですね、アツ島に向かっていた分艦隊ですね、これもミッドウェー海戦に参加していた場合どうなったかっていう、まあ、if の空母戦を楽しめるシナリオになっているんですけども、今回はですね、ミッドウェー海戦1、史実通りの艦隊編成でプレイをしていこうと思います。で、何度かね、このミッドウェー海戦1は実況プレイ挑戦してるんですが、なかなか完勝というところまでいけていないので、今回はね、リベンジのリベンジということでプレイの方していきたいと思います。担当する陣営はもちろん日本も担当していきます。で、過去にもね、ご説明したことあると思うんですけども、この空母戦記2のいやらしいところがですね、このダメコン成功率っていうところあると思うんですけども、ここがサイド1とサイド2、まあ、つまり日本とアメリカで全然違うんですよ。ダメコンの成功率、サイド1、つまり日本の方は 30% に対して、アメリカの方はなんと 70% っていうね、こういうハンデがそもそもあるんですね。まあ、確かに日本海軍、特に空母のダメコン、ダメージコントロールが、まあ、よろしくなかったと言われてはいるもののですね、まあ、ここまで差がついてるとなかなか被弾すると厳しいのかなというふうに思っています。では、早速日本でプレイを開始していきます。で、展開している艦隊なんですが、まず、E168、168ですね。これが、ミッドウェー島の北側に。で、南雲さんの第一機動部隊。これがですね、ミッドウェー島の北西に今展開しています。で、ミッドウェー島攻略、あるいはミッドウェイに展開してくるアメリカ軍の機動部隊、どっちを叩くのが、このミッドウェイ海戦の目的だったのかというのは、結局はっきりしないまま、今日に至っていて、まあ、かつですね、当時も、まあ、柔軟に対応するという一言に、まあ、詰まっているようにですね、明確な目標が決まっていなかった。どっちを攻撃するかという。まあ、今回は、第一に敵の機動部隊。第2にミッドウェー島攻略という順序付けをしっかりつけてですね、攻略の方を行っていきたいと思います。ミッドウェーに展開してきたアメリカ軍の空母は3隻、ヨークタウン、それにエンタープライズとホーネットだったと思いますので、この3隻の撃沈を最優先に行っていきます。では進めていきましょう。まずは空母戦記2を初めてご覧いただく方のためにですね、一旦目は丁寧めに解説しながらプレイしていきます。今移動プロットフェーズとなってるんですけども、これは艦隊を移動させます。まあ、そのままですね、第一機動部隊を移動させていきます。まあ、まずはですね、敵の艦隊の位置がわからないので、むやみにミッドウェー島に近づくのはやめて、敵の艦隊の位置を探りましょう。で、敵の位置をね、確認できたら、新たに攻撃を展開していく。で、せっかくなんで、第一機動部隊ですね。これの艦隊編成確認しておきましょう。輪形陣になってまして、中央には赤城、加賀、飛龍、総理。で、船体が ABCD と4つの船体に分かれています。で、空母の方ですが、ちょっと赤城を例にご覧いただこうかなと思うんですけども、この空母赤城なんですが、他の海戦ゲームではなかなかないところとして、大気艦板と格納庫があって、今だと格納庫66分の60と出てると思うんですけど、これはマックス格納庫に66機格納できて、今60機入っていますと。で、大気艦板には48機上げられて、今0機という状態です。で、格納庫、艦板でそれぞれ何やるかということなんですが、格納庫では装備をつけます。まあ、例えば、艦爆であれば爆弾を、艦攻であれば魚雷を装備する。これを格納庫で行います。で、格納庫で上げた後はエレベーターで甲板に上げて、甲板から発艦。
で、着艦するのも当然甲板なので、着艦する航空機、帰ってくるときには甲板を開けておかないと、航空機が不時着して失われてしまうという仕様になっています。なので、この甲板格納庫をうまく利用するっていうのが、この空母戦機の特徴的なところになっています。で、同じくですね、これは加賀です。加賀は格納庫のサイズが75。甲板サイズが42と。続いて、飛龍、蒼龍ですが、格納庫が59、甲板サイズが36と。まあ、こういう仕様になっています。これを念頭にプレイの方を進めていきましょう。では、時間を進めます。続いて、直縁と索敵隊、攻撃隊のフェーズになるんですが、今夜間なので、これがスキップされます。そして、武装変更フェーズ。これが今お話した格納庫で行う内容ですね。格納庫に入っているものに対して、爆撃機であれば爆弾を、艦艇であれば爆撃機、爆弾もしくは魚雷を、装備していきます。今回は、前期基本装備、まあ、つまり、艦爆は爆弾を、艦艇は魚雷を積みます。これは同じくですね、加賀、飛龍、蒼龍にも同じことを行います。これやっておかないと、何にも意味をなさない。そういうことになってしまいますね。これで時間を進めます。続いて航空機起動フェーズですね。今夜間で航空機出ていませんので何も起きませんが、ここで甲板に航空機が戻ってくるということになるので、この時に甲板を開けておかないといけないと。そういう仕組みになっています。これが一連の動きですね。で、昇降フェーズに入りましたので、これは航空機を甲板から格納庫から甲板に上げます。で、今回はですね、過去の攻略の反省を生かして、まずは艦艇を出します。艦艇は、まあ、当然、雷撃、魚雷攻撃を行うので、低高度から敵の艦隊に入っていきます。で、この空母戦機の面白いところとしてですね、直縁隊に関しても、高高度、中高度、低高度と3つの高度に分かれて、直縁隊が配備される仕様になっています。で、高高度にいる直縁は敵の高高度。中高度にいる直縁隊は中高度に入ってから入ってくる敵機に。低高度の直縁は低高度から入ってくる敵機に当たるということになっていて、高高度にいるものは中高度、低高度に下がれる。中高度にいるものは低高度に下がれるんですが、中高度、低高度にいる直縁は上の、海域には、空域には上がっていけないという仕様になっているので、まずは雷撃機低空から入って敵の直縁を下に落とす。その後中高度から艦爆を突入させるということで、敵の直縁をまずは下げるということをね、やっていきたいので、優先するのは艦艇を優先します。ではまずはもちろんね、ここに関して言うと、最優先で、上げなきゃいけないのが、戦闘機、冷戦の21型ですね。続いて、艦艇を上げます。これで今、飛行甲板の方に、赤木ですが、48機上げられるうち、42機を上げたという状態です。同じくですね、加賀、飛龍、蒼龍も同じように、まずは冷戦、艦艇から上げていきます。ここがね、どれくらい上げるかっていうのは本当に、まあ、ある意味ではすごく面白いところなんですけど、難しいところでもあるんですよね。大気甲板の方に香川42全部上げました。で、同じく飛龍蒼龍もですね、配置していきます。ただ飛龍蒼龍はすごく甲板が狭い。ま、格納庫のサイズが60近くある59なんですけど、甲板のサイズは、まあ、赤木香川に比べると、まあ、正直言って一回り、小さいという、状況になっているので、ここはですね、
本当に注意しながら、作戦をしっかり立てておかないと、むやみやたらに航空機を失って、かつですね、思った戦果が上げられないということになってしまいますので、さっきお話したように、まずは観光低高度から突入、敵の直縁を低高度に下げさせた後、中高度から艦爆を突入させるという作戦です。では、時間を進めます。はい。まずですね、先に敵機に発見されてしまいました。直縁を上げる前ですね。なので、これかなり厳しそうですが、タイプ防御でなんとかしのぎましょう。艦爆が27、艦船が6です。ここで対空防御で少し数を減らす。で、艦爆が爆弾5発を投入。命中したのも5発。これで大気艦板がやられてしまいましたね。はい。では、夜が明けてきましたので、まず直縁を上げましょう。赤城から直縁ですね。今、直縁用として冷戦24機上げてますので、このうち半分の12機を直縁で上げます。半分の12機ですね。で、この後ですね、じゃあこれを誰を乗せるかという話が出てきて、まあ、熟練搭乗員、まあ、つまり高練度の搭乗員を優先的に入れるのか、それとも、新人のね、ルーキーの搭乗員を優先的に入れるのか、鳴らすのか、まあ、これを選べます。今回は平均でいきます。これもね、前期同じようにしていきましょう。でさっきお話した高高度、中高度、低高度の話です。一度低高度に落ちてしまうと中高度、高高度に上げられませんので、まあ、基本は高高度にいようと思います。まあ、ただですね、敵は当然高高度の水平爆撃よりも急降下の中高度もしくは艦高の低高度から入ってくる魚雷攻撃のいずれかで入ってくるので、中高度にもある程度ね、直縁をばらまいておく必要はあります。とりあえず赤城の直縁隊は高高度。で、降下攻撃は任意にします。続いて、加賀ですね。加賀からも半分の8を直縁に。同じく、搭乗員は平均連動。第一機動部隊を守ります。ここも、どの高度に入るかというのを決めるんですが、中高度から入ります。続いて、飛竜ですね。ここも同じく半分の9。これを平均で入れて、第一機動部隊を守ります。ここも中高度任意にしましょう。そして、最後に総竜。ここでね、どう戦うかというのが決まってきますからね。まあ、今気づきましたが、艦爆と艦攻18機ずつ上げてるので、ここ、とんでもないミスを犯しましたね。冷戦が上がっていない。まあ、ただ、冷戦が上がっていないのであれば、総竜からは全機攻撃隊を発艦できるっていうね、プラス思考でいきましょう。これで今、直縁が上空に上がった状態です。で、索敵隊、どう出すかと。で、索敵なんですけども、一応ね、加賀とかには入ってるんですけど、今、甲板に上げていないので、索敵機が出せません。なので、このまま進みます。で、我が艦隊上空に索敵機通過と。これも見つかったな。早くも。であれば攻撃隊を出しましょう。索敵攻撃だ。低高度から。前期発進。搭乗員は鳴らします。進出距離は 90%。まあ、どの方向にいるかというね、敵が。これの探り合いになりますね。いや、これいないだろう。どこにいるかっていう話だけど。まあ、当てずっぽう、まあ、索敵なんでね、ある程度当てずっぽうにせざるを得ないとは思うんですけど。まあ、ここは、このまま進みましょう。
敵に見つかっちゃったからね。敵は見つけられず。敵をどっちが先に見つけるかというのがね、むちゃくちゃ重要ですからね。敵編成、近づく気配ありと出てるな。大丈夫なのか？一応戻しましょう。前期冷戦、また上げ直さなきゃいけないですからね、直縁をね。まあただここに関して言うと、あの直縁をね、あの半分にしてあるので、半分をまた上げれば、その時点で直縁がまた復活するという状況にはなります。で、戻ってきた航空隊ですね。これ、装備していない状態なので、航空機を下ろします。で、この後は装備を入れていってあげるという動きですね。で、双竜の方なんですが、艦爆、これを下ろしましょう。で、代わりに冷戦を上げます。これはミスをしてしまったやつですね。敵の艦隊の位置を発見しないことには話にならないからな。敵の味方も一応見失っている状況のようには見えます。飛竜から直縁を。これもね、高高度から2位で下に下がることを許します。で、続いて、双竜からも同じくですね、半分程度を直縁に上げます。中高度から任意で下がることを許して発艦。索敵。さあ、どうするかだな、索敵をね。今だと、あの、索敵用に、甲板に上げていないので、索敵機をそろそろ上げてもいいかもしれないですね。何？上空に敵索敵隊出現、発見されたな。空戦発生ですね。直縁隊、飛竜から出ていた9機が敵の索敵機2機と交戦します。1機撃墜、1機撃退ですね。さて、これ完全に敵に見つかったな。急いで直縁を上げたいですね、また。同じくですね、冷戦は冷戦で、武装をつけて、あるいは弾薬を補充して、上がります。その他、索敵隊もですね、巡洋艦とかに入っているもの、装備つけて、出撃させるようにしましょう。まだここまでね、敵味方ともに相手の位置を正確に掴んでいない。まあ、相手には発見された可能性が極めて高いですが、そういう状況ですからね。では、航空機上げていきます。赤城からですね。今、艦高が9上がっている状態ですね。なので、ここに冷戦を20機ほど、さらに艦爆も上げます。続いて加賀、ここも艦高が7上がってる状態なので、これに冷戦を、さらに艦高も上げます。この後、急いで、冷戦はね、発艦させてあげないと、甲板が埋まってしまう状態になるんで、それだけは絶対に避けなきゃいけないんですよね。航空機が不時着せざるを得なくなるんで、そうならないようにだけは気をつけます。
では直炎を早速上げます。この直炎を上げ忘れたりするとひどい目に遭うので、まあ、そうならないようにですね、確実に直炎を上げます。高高度から任意と中高度から任意で、まあ、上げておくのがバランスがすごくいいのかなというふうには思いますね。さあこれで直炎が上がって甲板にまた余裕が出た状態なので戻すというこの繰り返しですね。では巡洋艦、戦艦、まあ、そのあたりから索敵機を飛ばしていきます。前期どこに敵がいるかわからないので、まんべんなくですね、ここは、確認をできるようにですね、割り振っていきましょう。これ距離100で出してしまうと艦隊が動かなければもちろん100で戻ってこれるんですけど、艦隊が今東に向かって移動中なので西に向かって動かす場合はですね、100で出してしまうと索敵機が戻ってこれないということになるので、まあ、そうならないように注意はね必要だと思います。まあ、常に短めでやっておけば間違いないですが、自分が進む方向は常に意識をしておかないと、まあ、ひどい目に遭いますね。無駄に、失ってしまうということになるので、そこは要注意だと思います。ではこれで索敵機も出しました。第一機動部隊南雲さんの艦隊の上空に敵索敵機発見。味方からも索敵機出しましょう。敵がいるかいないか発見できたね。発見されたんだな。敵の索敵機ですね。低高度、中高度、高高度それぞれ入ってきています。飛竜と赤城の直縁隊がこれを迎え撃ちます。敵の偵察機、合計4機を撃沈。撃墜。1機を撃退してます。一方、味方は冷戦が1機撃墜されてます。で、敵の位置を発見できずか。これ索敵攻撃することもできるんですけど、この状態で索敵攻撃しても敵がいないと攻撃隊を無駄に失うので、ここは我慢しましょう。本当はここで敵見つけておければね、すごく楽だったんですけどね。甲板のサイズ確認する？今20、35、20に19か。これだともう一旦は我慢できるかな。このまま進みましょう。航空機起動フェーズですね。飛竜に戻します。双竜も自分に戻します。これで一通り戻ってきたという状態ですね。では、昇降フェーズに入ります。赤城なんですけど、まあ、今出てしまっていた観光冷戦、このあたりは下ろさなきゃいけないので、下ろします。一度、装備をね、付け直してあげなきゃいけない状態なので、これを下ろして、再びね、攻撃できる状態にしていきます。で、次じゃあ何をあげるかって話なんですが、今、甲板には、総理は、観光が18上がってるんだな。これじゃあまた観光18上げる？いや。冷戦が次降りてくるよね。直炎が。だから、このままにしておかないと、甲板が足りなくなりますね。飛竜は、冷戦が4上がってる状態なので、このままですね。次、冷戦4だけか、ちょっと不安あるな。加賀の方は、逆に冷戦を全部上げましょう。これで、直炎をやってもらう。
赤城の方は今冷戦10が上がってる状態なので、どうしようかな、冷戦もう10上げましょう。これで冷戦が20機体制できますね。でさらに上げるかどうか、いやこのまま行きましょう。どうしてもね、日本の空母は艦載機が少ないですよね。アメリカの空母はね、もうちょっと大型のものが多いいいイメージがあるんですけど、さあ敵を発見しないことにはどうにもならないですからね。赤城から10機直縁を上げます。高高度から2位で下に降りるのを許可。加賀からも半分の7ですかね、8にしよう。8を連度平均で中高度から2位で下ろします。これで今直縁がね、上がっている状態です。では索敵機出しましょう。まだ索敵機戻ってきていないんですが、残しておいた索敵機を使って敵の発見に努めます。敵機の位置が本当にわからない状態になってるんで、これ先に見つけたもん勝ちゲーム的なところはありますからね、まあ、どうやって敵を先に見つけるかというと、当然索敵をね、繰り返すしかないわけなんですけど、さっき大部分の索敵機を出してしまってるので今回少し数が少ないですね。まあ、ただね、偶然敵を発見するなんていうことはもちろんあるので、めんどくさくても怠らずに行きましょう。で、上空に敵の索敵機か。敵にはちょいちょい発見されるな。で、敵は確認できずと。で、一方で敵の索敵機と遭遇してますね。赤城の直縁隊。これで防衛していきます。2機撃墜、2機撃退です。というようなところで、全然敵を発見できていないんですが、このまま時間を進めていきたいと思います。で、次回ですね、確実に敵の機動部隊と遭遇すると思うので、そのね、様子をお届けしていければいいかなというふうに思っています。では今回はここまでさせていただいて、次回ですね、この次をまたプレイしていきます。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。